はい、皆さんこんにちは。昨日ですね、昨日は6月の14日ですか、安倍さんがイランのハメイニ氏と会談している最中に日本の会社の荷物を積んだ荷物というか、まああれですね、石油関係ですね、タンカーがホルムズ海峡で、襲われたというニュースが流れてきました。で、今日になってトランプアメリカ大統領がですね、あれはイランの仕業だと、革命防衛隊がやっていた映像があるよっていうの、まあ、それの映像が公開されたりしています。さて、ここでそのイラン革命防衛隊ってこれ何なんでしょうということなんですけども、実はイラン軍という正規軍があるんですけども、いわゆる国軍ですね。イランにはもう一つ軍隊があってですね、革命防衛隊というものがあります。で、まあ2つあるわけですよ、簡単に軍隊が。で、革命防衛隊ってそもそも何なのかって言いますと、イランっていうのはその今の政権、あのイスラム教の、まあ簡単には坊さんの偉い人が政権握ってるんですけどね、要は宗教国家なんですね。イスラムの宗教国家なんですけども、そのこれはですね、1979年と言いますから、今から40年前ですか、私が高校生の時ですけど、イラン・イスラム革命っていうのが起こりまして、それまでその結構アメリカにべったりだったパーレビ国王っていうのを追い出してですね、こうイスラム教によって、イスラム教の正確に言うとシーア派っていう派閥というか宗派ですね、あのスンニ派よりもやや勢力は劣りますけども、シーア派という勢力の宗教的行為者、高い位にある人の支配する国になりました。で、それまでですね、そのパーレビ国王が培ったイラン軍というのがございまして、で、どう言いましょうね、そのイラン軍、国軍っていうのは、そのシーア派の偉い人たちにとっては敵側だったわけですね。元、自分たちは革命を起こして政権を取ったんですけど、元の国王側だったんですね。で、この時にですね、隣のイラクにフセインっていう悪いやつがいましてですね、革命の混乱に乗じて、お隣ですから、ちょっとその領土をかすめ取ってやろうと思って、イラン・イラク戦争っていうのが始まったりします。で、イランがですね、その国軍を抑えてたんですね。お前ら俺たちの革命を邪魔するんじゃねえかっていうことで。で、その時に、革命を守るためにっていう名目で、革命防衛隊っていうのを作ったんですね。で、これが今につながってるんですけども。で、今なんとですね、3軍持ってます。陸軍、海軍、空軍、おまけにですね、何でしょう、海兵隊、も持ってまして、特殊部隊っていうのまで持ってます。まあ特殊なコマンドですね。これがですね、ゴドスっていう名前になってですね、世界各地というか、まあ主に中東エリア、例えばシリアとかに派遣されて、そのまあテロ的な動きを指導したりしていますね。で、今でも国軍っていうのがあって、これは正規軍なんですけど、42万人いるんですけども、革命防衛隊は 12.5 万人と言われてます。まあ言ってみればですね、あのナチスドイツ、ヒトラーが政権を取った後でですね、あのできたですね、親衛隊ってございますよね。ちょっと黒っぽい制服を着てるんで、映画とかに出てくると何となく分かるんですけども、ドイツもですね、国防軍という正規軍が、ナチスの時代ですよ。国防軍という正規軍があって、で、ヒトラーが政権を取ったんですけども、その国防軍というのは、どう言いましょう、まあ、もともとのドイツの軍隊なんですけども、まあ、そのヨーロッパ社会っていうのは階層社会でございますから、その上層部はみんなこう、貴族なんですね。で、貴族が指揮する国防軍に対してですね、ヒトラーはですね、こう危機感を抱くわけですね。あのこいつら俺の言うことを聞かんだろうということで、で自分が元からですね、その野党時代から持ってた親衛隊、あるいは突撃隊っていうものをですね、発展させて軍隊にさせちゃうんですね。でこれが SS、 ドイツ語で、ショットスタイルっていう、なんか発音が難しいんですけど、ショットスタイル、ショットスタッフェルって言うんですけど、っていう SS という軍隊を作りまして、これにですね、その最新鋭の武器を与えたりして、戦争をさせるんですけども、やたら強いんですよ、親衛隊っていうのは。
まあもちろんよく鍛えてますし、忠誠心が旺盛なんで、まあ戦争に出ていくともう本当に強かったんですね。でまあイランの革命防衛隊っていうのは、まあこれに私から見ると近しい存在でございまして、まあ、イスラム教に対して非常にこう忠誠心があって、まあ動かしやすいわけですね、今のイランの政権からすると。で、日本のタンカーを攻撃したのはこの革命防衛隊の組織であるというふうにアメリカは主張をしております。まあ多分そのね、イランの国軍も、まあ、ドイツの国防軍もそうですけど、非常にこの名誉心の強い連中、まあエリートですね、軍隊のエリートが構成してますんで、まあ革命政権としては使いづらい、まあヒトラーもだから国防軍は使いづらかった。なんせその将軍とかになりますと、皆さんドイツの貴族ですから、ヒトラーは庶民の出身ですからね、ユダヤ人の血が入ってたなんていうことも言われてますけども、まあ庶民からすると貴族って使いにくいか、まあ、イランもですね、そのイスラム教の坊さんたちからすると、もともとの国軍のエリート集団っていうのを使いにくいから、ちょっとおいやれっていう時には革命防衛隊を使ってるのかもしれませんね。はい、そういうことでございます。皆さんどうもありがとうございました。